堀田駅は愛知県名古屋市水北新会町にある名古屋鉄道名古屋本線の駅である。駅番号は NH32。二面四線の相対式ホームを持つ高架駅。新幹線などに見られる対比型の構造となっている。ホームは8両分だが名古屋方園に両分延伸可能な構造となっている。終日駅員配置駅。自動券売機2台。 自動改札機4台が設置されている。ミューチケットは窓口販売。岐阜、津島方面へは、二つ入り駅、犬山方面は、西春駅まで事実上退避ができないため、豊川稲利発の毎時2本の急行一宮駅は、当駅で特急を退避している。退避を行う列車は、ホーム直前にある、第2条内信号機の警戒現時に従って、低速で進入する。 また退避を行わない列車に対しては、場内信号機は注意厳自だが、出発信号機は、進行を源自している。構造上、普通列車が急行、準急を退避することができないのも、堀田駅の特徴の一つである。実際昼間時の普通列車の多くは、3駅、豊橋方の本笠寺駅で優等列車を退避する。なお、高架化当時の名古屋本線は、 特急主体の運行で、急行の設定がなかった。日中、回送電車が通過線で退避し、後続の急行が追い越すことがある。地上時代は、島式ホームに面4線であった。地上駅時代の古線橋が、その他の山橋駅に移設されて使用されていた。神宮前方に、片渡り線2組があり、上り列車の1番線入線及び4番線からの、 下り方面出発による折り返しが可能である。1980年頃までは、堀田駅始発、終着列車が少数ながら存在し、その後は特急北アルプス号が神宮前駅で営業運転を開始、終了する際の折り返しにも用いられていたが、現在の使用機械は、名古屋本線神宮前駅等が突発的な事故などで運休になった場合を除いて、皆無である。 当駅の下り時刻表及び発車表は次の神宮前駅での変更後の種別で表記されている。自動改札機は東芝製が設置されている。発車表は LED 式2段表示。1.4番線ホーム並びに改札口に計6機設置されている。2009年以前はソラリー式2段表示の発車表が設置されていた。対比線にのみホームがあるため通過列車は 表示されなかった。ちなみに新設された LED 式案内表示器は、固定駅などに設置されているものと同じく種別部分がフルカラーとなっている。駅自動放送も新沼駅で使われている種別行き先停車駅のものに更新されている。エレベーターは2010年3月23日より使用開始となった。多機能トイレも設置されている。 ホームの上屋根は階段付近の約3両分が高架化当初からのもので、神宮前駅方の約2.5両分が後に増設された。2番線と3番線はホームのない通過線のため、ホームとしては欠番となっている。その通過線が本線であるため、停車列車が入る1番線と4番線は対比線ということになる。 1.4番線の枕木は木製のまま残されている。通過列車の速度が最高でも時速9 0トル程度のため分岐器は高速対応型ではない。高架駅の完成時期が古いこともあり、バリアフリーには全く対応していなかった。地表から中2階にある改札口へは階段を上る必要があるほか、さらに改札からホームまでの比較的長い階段を含め、 エスカレーターが設置されていない。トイレは改札の外にあるが、1階から、さらに階段を、数段降りた先の奥まった位置にある。なお、当駅のバリアフリー対応工事は2010年3月に、完成した。ホームのかさ上げは2017年3月に完了した。当駅周辺の掘ったという地名は、この辺りが定置であり、 雨が降ると水田が堀りのようになることから付けられたと言われている。1972年までは駅前に市電の停留所があり、乗り換えが可能であったことからかつては賑わっており、駅付近には古い商店街がいくつかある。当駅の南北に1箇所ずつ設置されている。期間バスは北側の停留所にのみ停車する。かつては後続駅当駅間に南糸田駅。 糸田駅が存在した。実際には、金山駅で退避が可能だが、列車本数が多いため、名古屋本線の列車は早朝、深夜の普通列車数本のみしか金山での退避をしていない。岐阜方面の場合、環球接続は新清洲駅まで不可退避列車と通過列車の時各短縮のために、後年追加された信号機。前方のポイントはあらかじめ通過線側に、 開通しており、駅の先に列車がいなければ、出発信号機も青信号になっている。対比列車は、第2場内の警戒現時で、時速2 5キロメートルに減速するため帰って時間がかかるように思われるが、実際は、対比列車の最後部が、第2場内を通過した瞬間に、後方のポイントが切り替わり、通過線側の、場内信号機が青に変わるシステムになっている。ありがとうございます。